こんにちは。2024年6月15日です。3泊4日で出ていきます。今回は天気がいいので、天気のいい方向ですね。天気のいい方向は稚内です。したがってオロロンラインを北上していこうかなというふうに思います。途中田園の里雨竜に寄ってみます。それからオロロンラインに入りまして、手塩、手塩から右の方に入りまして、浜頓別、道の駅、ここで仮眠を取らせていただきます。それから今度は南下いたしまして内陸に入ります。オトイネップ、ピンネシリ、オトイネップですかね。それを通りまして、吹上温泉、に、入りまして、それから防涌台で、車中泊、そして次の日、また吹上温泉に入りまして、芦別道の駅で、仮眠を取らせていただいて、帰るというルートです。行程は約800キロちょっとですね、の行程を組んでおります。まあ、天気のいいところを狙っていくということで、今回はですね、オロロンライン、ちょうどこの6月の中頃、初夏ですね、緑が、新緑の季節の緑、なかなかいいですね。左側には青い海、そして青い空、そして右側には緑ということで、このオロロンラインを手塩まで北上していこうかなというふうに思ってます。本来ですと、またこの何にも電信柱も何もない、サルフツだったらバッカイですか、を走ってですね、稚内まで行くんですが、今回はバッカイは走りません。いきなり内陸に入ってみようかなというような、ルートを考えております。最初によりますのが北流ですね。田園の里北流です。ここの道の駅、雨竜米ですね、っていうお米、があるところです。それからかまぼこなどが あります。以前は食べたことがあります。まあ今日は天気がいいんで、結構車の方も止まってるみたいです。駐車場はそれほど広くありません。乗用車とトラックがですね、混在するようなところなんで、ここで車中泊すると多分うるさいんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ私はここには泊まったことがありません。まあ一休みしてジュースを飲んで、コーヒーを飲んでというか、まあそれで一休みで夜だけということです。今回は中の方をちょっと見させていただきました。なんか湿原があるんですよね。初山別湿原が、初間別湿原があります。そこのところの展示場といいますか、そこのところの撮影もさせて、いただきました。なかなか以前こう初間別登ったことあるんですよ、私ね。ですがそれはあくまで冬なんですよ。夏の初間別もかなり綺麗ですね。この初間別の上の方に行きますと本当に真っ平らですね。すんごいもう何キロも真っ平らというところがあります。まあ湿原ですから、当然真っ平らなんですけども、そういうところを走った覚えがあるところですが、今はここは行けなくなりましたね。登っちゃいけないよということで、です。ここまで来ると、ああ初間別昔来たなというのは思い出される、ところです。今回はまあ天候の方はまあまあいいので、まあ休みながらゆっくり、北上していこうかなというふうには思っております。道路の方はですね、結構混んでまいりました。キャンピングカーがかなり来てますね。本州からのフルサイズのキャンピングカー、キャブオーバータイプとかが結構来てます。以前はですね、先月はほとんど北海道ナンバー、札幌ナンバーのキャンピングカーがちょこちょこ走ってたんですが、今結構本州ナンバーのフルサイズが、どんどん上陸して、走り回ってるみたいです。まだちょっと花の季節には早いんですけども、まあ綺麗な風景、北海道涼しいですからね、それを満喫されてるんじゃないかなというふうに思います。昼間の時間帯はエアコンが必要ですが、夕方6時7時頃になりますと全くエアコンしてありません。かえって寒いぐらいになりますんで、ちょうどいい季節ではないかなと思います。暑くもなく寒くもなくということで、まあ電気毛布も必要なく、まあ毛布1枚で、晩は車の中で過ごすようなことができるような季節に、なってきてます。湿度の方はかなり、下がってきてます。結構、こう爽やかな感じですね。本州の方の話聞きますと、べちゃ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 してすごい湿度で、もう、エアコンがないと寝れないという状況みたいですが、まだまだ北海道は大丈夫です。まあ本州の方はもう熱帯夜になってるんじゃないかなと思います。今年はちょっと夏が早いのかな、気温が、高くなるのが早いかもしれません。去年はですね、私の家で20日間ですね、エアコンつけてましたね。そんなふうにつけたことはないんですけどね、せいぜいつけても3日4日しかエアコンつけないんですが、去年は本当に長い期間つけてましたよね。
なんでその暑い期間は私は車中泊に出ていきません。今はまだ車中泊出ていくんですが、これから7月8月になってきて暑くなってきたらどんななのかなと、去年並みだったらどうも出れねえぞということになって、なりますよね。夜どうしても車の中でエアコン使わなきゃならないと、燃料も使えますし、車の振動もあります。燃料の方はエアコン使いますと1時間で2リッター近く使いますね。 1.5 リッターか2リッター使いますね。ヒーターだけですと1リッター済むんですが、コンプレッサー回すということで 1.5 から2リッターの、アイドリング使うんで、使ったところでそれほど冷えないですよね。キャブオーバーでエンジンが下でボディが温まってしまうものですから、さほど冷たい風が出るんですけども、全体的に冷えないぞということになってくるんで、やはり、キャンピングカーの家庭用エアコンでガンガン冷やす600アンペアのリン酸リチウム鉄イオンバッテリーが積んでる、そういう大型の、フルサイズのキャンピングカーがだんだん必要になってくるんじゃないかなと思いますが、ペットを連れてる方はですね、必需品ですね。キャンピングカーに、エアコンは、家庭用エアコンは必需品というふうな時代に、なってきてるんじゃないかなというふうには思いますが、まだ北海道それほど暑くありませんので、私の場合は、まだ少し出て行ってみようかなというふうに、思ってます。このオロロンラインはですね、道の駅が結構たくさんあるんですよ。ちょっと走れば道の駅だ、またちょっと走れば道の駅だということで、休みながら行けるんで意外といいんですがね、道の駅のないところで行くと言わすとほとんどないぞということで、道と言ったらほとんどないぞということで、何キロ走ってもないなということになるんですが、このオロロンラインは結構、道の駅があるんで、そこで休みながらキョロキョロしながらゆっくり行けるということです。手塩まで行くと一段落ですね。手塩からあとは浜頓別まで1時間ちょっとで行けるなということで、今回は山道走ってみます。本線ではなくてですね、ちょっとローカル的な道ですね。カーナビちゃんを頼りに、ローカル的な道ですね、を走って、抜けていこうかなというふうに、思っています。浜頓別は夕日と朝日両方見れるところなんですが、私はそこ浜頓別 の湖まで行きません。道の駅で、泊まって、ゆっくりしていこうかなということです。今回片道大体300キロちょっとですかね、300キロぐらいのルートなんで、ちょうど走ったらちょうどいいなという感じですね。そこそこ程よく疲れて、ぐっすり寝れるぞということで、走った気もしますし、まだ走り足りないなということはありません。十分走った、疲れたな、気持ちいいなということで、それで、ゆっくり休めるのが大体300キロ走るとちょうどいいなということです。北海道の場合、下道ですと大体平均時速50キロで計算、してもいいんじゃないかなと思いますが、あくまでもスピード違反、その辺には十分、気をつけて走られることをお勧めいたします。今回も一箇所ですから、測定をやっておりました。逆方向になりますがやっておりました。レーダーですね、レーダーも今のシャッターがかなり進んでまして、以前ですと漏れ電波があってですね、レーダー測定してない時も漏れ電波で反応したんですが、今は本当に漏れ電波ありませんね。完璧にシャッターボーンと落とされるともう電波漏れませんね。で、早くのしたらシャッターポンと来てパッと測定してパッとまた閉じてしまうというようなことをされるみたいなんで、レーダー探知機が鳴った時にはもうすでに遅いかもしれません。ですので、ゆっくり走るということと、あと看板が出てませんね。測定中ですという看板はありません。本来であればこれ出さなきゃいけないんじゃないかと思うんですけども、見たことありませんね。札幌の方では出してるみたいなんですが、この地方来ますと、測定中ですという、看板は見たことありませんね。私の目が悪いんでしょうかね。なんか見たことなくて、いきなり、警察官がいて、測定やってますよということですので、特にですね、学校スクールゾーン、そして、60キロから40キロのガンとした直線道路の下り坂の市街地とかですね、やってますからね、十分気をつけて走ることをお勧めいたします。またパトカーの方もですね、レーザーの方ですね、これの照射があります。後ろから照射、前から照射ということで、どっちからでも測れますから、あれは。ですので、非常に注意されてゆっくり走るのがいいんじゃないかと思いますが、キョロ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 して走るということですね。またオートバイは嫌ですね。本当にもう走りたくてしょうがないっていうのが分かりますので、ものすごいスピードで行きますけども、大丈夫かしらと思うぐらい、走って、この磨けられます。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。失礼いたします。